こんにちは、前田明チャンネルです。今日はですね、昔のリングスの試合を振り返りながらいろいろ、話をしてみたいと思います。今日はですね、ウィリアムス対ビターゼ・アミランですね。2人ともにも身長2メートルあってですね、まあアミランもまあ極真をですね、タリエル・アミランがやってる道場が加盟する前から自分たちで独自に頑張って抵抗したっていう。で、この試合アミランとかタリエルの方がもうあの伝説のウィリアムスと試合してみたいっていう要望もあってですね、組んだ覚えがありますね。1992年5月16日、はい、有明コロシアムで行われたメガバトルコース降臨での、ウィリアムス対ビタージ・アミランの一戦です。はい、前田さん、まあ、ウィリアムスといえば個人的な思い出もあった選手ありますね。だからもう自分は高校生の時に、はい、地上最強の空手っていう特集の映画があって、はい、でそこでウィリアムスは熊とやってるんですよね。それ見に行ったんですよね。はい、で見てなんかまあ後になんか牙と爪を抜いた熊だとかなんとかいう人がいるんですけど、でも450キロの熊と突進してくる熊がやってそれを支えて潰されずに、でなおかつパンチキック打ち込んで、だからウィリーのが倒れなかったっていうね、あれだけでもすごいですよね。もうありえないですよね。自分だからアンドレでもあれ自分だった時は260キロだけど約倍あるってことじゃないですか。いや全然想像つかないですね。熊の450キロっていうね体重はね。いやそれよくやったなと思ってね、思いますね。まあ超人ですよね。おおドマシになって、でも研究したんでしょうね、なんかね。で後に松井派になった時に、タリエルの道場ですか、まあアミラもいたんですけど、そこをねグルジア支部に昇格してする。紹介したんですよね。でそれでグルジアの正式な松屋の支部道場になりましたね。タリエルの道場が、でつい最近アミランから連絡があって、でなんかリングス国別対抗戦でってグルジア優勝したんですよね。でその時のそれを証明するなんか書類書いて送ってくれって言うんで。出しましたね。でまだ元気そうで頑張って局地やってみたんでね。まあ前田さんご自身映画のスクリーンで見ていたウィリーが新日本プロレスでの猪木戦を経てリングスに参戦してくるっていうのはまた感慨深いものがあったんですか。大阪でウィリアムスやりましたけど、あの時もコーナーに立って目の前にウィリーが立って姿見てなんかいやーなんか夢のようだなと思いましたね。なんか本当これ現実なんかなと思って一瞬思いましたね。鍛えたということはないんですけどね。リーチが長ければどうしても力が強いんですよ。ですからこう巻かれた場合やっぱり苦しいでしょうね。いやでもパンチすごかったですね。なんかね。そうですか。すごかったですね。山崎照友さんがこれ後におっしゃってるんですが、その大山茂師範結構外国人の選手に教えるときはちょっと変わった突きも教えてたんじゃないかみたいなこともおっしゃってて、あそうですか、だからただウィリー選手もここでねもう一つ変化できないですけどね。さあ1ラウンドが終了しました。まあゴムに助けられましたね。アミランの場合はウィリアムスとスタミナ切れを狙う。今でも覚えてるのは例の川島坂田が引っ張られた時に外人の控え室でなんかもう前田なんてひどいことするんだって言ってわーっとなったんですよね。今度はウィリーがねなんかねいやあれはまあ当たり前だって、あれは日本の武道スタイルだって、自分たちもねアメリカの試合でねアメリカって試合で不甲斐ない試合をした時は大山支配に本当に引っ張られた当たり前だって、それが証拠にね、前田は坂田を気がさせてないんじゃないかって、だからもうそういう戒めのねあれなんだって変わってくるんですよね。ウィリーはね鎖骨を狙いにいってるでしょう。嬉しかったね。よりちょっと逆にびっくりしましたね。はい、そうなんだと思ってね。前田さんの真意がウィリーには伝わっていたってことですね。そうですね。2人ともやっぱあんまり寝技は得意じゃないんですからね。極真会館と新日本プロレス、結構いろんな縁があって、第1回のオープントーナメントの時にどんな格闘技の挑戦も受けるっていうことを極真が言ったことで、新日本プロレスの新馬さんが新馬さんが聞いたことありますね。で新馬さんからなんか選手全員の出場のあれ持っていったら、で大山さんがちょっと話が来てくれって言われて、言ったら、いやもうちょっと体重の差があるしね、であとなんか立ち技だけでグランドとかそういうレスリング全然できないのあれだから、お互いのために良くないんじゃないかっつって言ってででそれで志村さんは一つ留意したって言ってましたね。猪木戦対戦表明したことによって形としては極真を一旦破門ということになってウィリーですよね。あらへんのなんかどうなったんですかね、なんかね、なんか今から不思議な話ですよね。佐々木武俊さんの下で練習してたっていう、当時「週刊少年マガジン」の四角いジャングルでやってましたね。自分の記事から見てた覚えがあります。そう破門にはなってるんですけど、猪木戦の当日には添野さんセコンドね連れて名前国技館に来てましたよね。ボディ入った。ああいいですね。体格的にはこれ両者遜色ないところだと思うんですけれども。アミランとウィリーこれ。アミランはちょっとスタミナ切れてますね、なんかね。なんていうかね。なんか極真の試合には胴回し回転蹴りっていうのがなんかやり始めた時に、なんかプロレス界で前田のニールキックが参考になったんじゃないかって一回話題になったんですね。すごいね。でどうもかって聞かれて、で俺空手やってる時に胴回し回転蹴りっていうのを意識せずになんか上がってこう回って手をつきながらパーンと蹴ったんですね。でそういうのが当たるっていうのが分かったんで、自分空手の時になんか胴回し回転蹴りのちょっと違うかもないけどこういうのやってましたよっていうのを言ったら、ああそうなんですかってなんか話題になって、それも話題になってなんかっていうのありましたよね。一人相撲の飛び道具というかさ、プロレスを想定するんですけども、ああなるとやっぱりウィリー断然有利ですね。面白いのは面白いんですけどね。ゴングが鳴りました。第3ラウンドです。サンダーバウンドは3分5ラウンド制。確かにパンチにちょっと切れちゃってるかもしれないですね。これハイキックが当てたか、そんな無理決まった。膝が決まった。倒れた。これのラッシュはやっぱり迫力ありますね、やっぱりね。ありますね。組まれた時もどんな感じだったんだろうからもなんかもういやもう大山茂支配の命令だから死ぬかもしれないけどやったんだって本人言ってましたもんだからね。いやそりゃそうですよ。450キロの熊でさ、なんか調教されてる熊とかなんだってもさ、動物だからどうだかわかんないんじゃないって言わないと。よくやったよな、本当にありえないね。でなんかやっぱり全身でも体幹の強さとかもあるし、足腰の強さもあるし、450キロにこうやってかぶされて支えるっていうのね。確かに。だから俺らがバーベンスクワット450キロ担いで、担げるかったら確かにどうなんかなっていうものね。俺一番調子いい時も450キロ担げるかなと思ってちょっと自信ないね。いろんな大きい選手強い選手揃ってたリングスではあるんですが、ウィリーやっぱその中でもそうだね。この頃はもうなんかもうちょっと選手離れてそんな稽古もできてないとかいう話だったけど、いやすごい選手ですよね、なんかね。ありがとうございます。はい。